黒原ハムスターは、哺乳抗月種目、キヌゲネズミか黒原ハムスター属に分類される月種類。原生種では本種のみで黒原ハムスター属を構成する。ウクライナ、オーストリア、オランダ、カザフスタン、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、 ロシア体長は2 0トルから3 4トルで、体重は2 5 0ムから6 0 0ム。主に柔らかい肥沃な土や、王土の低い農地、草地には、または池垣に生息する。妊娠期間は15日から17日で、一度の出産で4匹から12匹が生まれる。他の種類のハムスター同様、出生当初は、毛が生え揃っておらず、目も閉じた状態である。 毛皮が利用されることもある。2020年の時点で分布域全体で生息数は減少している。生息数減少の原因は不明だが、道路建設による生息地の分断、農業による生息地の破壊及び食物の単一化、農薬による汚染、害獣としての駆除、毛皮用の狩猟、公害などの複合的な要因が原因だと考えられている。 ゴールデンハムスターよりも大きく、ハムスターの中では最も大きい部類に入る。その大きさは、モルモットと同等である。モルモットとの違いは、後ろ足だけで立ち上がれ、前足で物を持てることと、腹部が黒いことである。ペットとしては、比較的新しい部類で、日本で普及し始めたのは1997年頃からで、ある。ペットとして普及してからの期間が短いため、 野生味が溢れ、気性の荒い個体もいる。妊娠中、子育て中のメスは特に気が荒い。力が強く、ケージを壊して脱走することが多いため、ケージは大きめで丈夫なものが必要。また、1日1度、30分程度は、ケージの外に出して、密閉した屋内で運動させた方が良い。ゴールデンハムスターと同様に、単独行動を取るため、 他の個体と一緒に飼うことはできない。他のハムスターとは違って8年前後と長生きする。ありがとうございます。